ソフバン、行く。終わった。あっさり終わった。先頭打者ホームランだけで試合決まった感。マジでチュニドラより弱いで今のソフトバンク。もうあの頃のソフトバンクはどこにもいないんだ。今いるソフトバンクは日本ハムと手をつないで12連敗したソフトバンクなんだ。もう完全に過去の栄光なんやなって。先制点、追加点、中押し、ダメ押し、マジで弱い球団で草。こうして見るとロッテが2位なのってオリックス以外の球団が勝手にこけてったからなんやなって。ソフト、ボール、お金のあるチュニドラ、明日に切り替える。オスナ近藤有原と補強全部大当たりでこれってグロいな。近藤有原がハムにいたら再開やったんちゃうか。藤本、どうすりゃいいんだ。岡田、相性とか考えて投げさせよ。ヒゲ、苦手な相手か、先発させたろ。藤本は負け試合を作るのが上手。いやーここまで一方的になるとはねクソで固め息。稀に見る打点シーズンだったのに、こんな大事なところで試合壊れるのがまさに今年のパリーグって感じやな。短期決戦に強い鷹なんてもうおらんかったんや。ホークス弱すぎて草、日本シリーズ5連覇した強豪かこれが？ソフトバンクやっぱ戦力足らんわ。あかんソフトバンク怒りの140億円補強来てまう。